ハロコンコン。今回はエデン霊式共鳴編にそうだよ。お待ちかねのサッカー界だよ。非化繊のガバ記憶を元に出てきたガルーダとエフリートと戦うよ。2体同時に呼び出したのはまとめたくなったかららしいよ。使ったマクロはこんな感じ。それでは行ってみましょう。スーパーストーム全体範囲フリューリアスストーム、ガルーダ中心に円形範囲を出現、DPS は3回。エアーバンス、4人を対象に円形範囲が出現、3回図通りに分かれて。リアスストーム、爪のない方に避けて。エアーバンプ、アームズレンズス使用、吹き飛ばされないように。バキュームスラッシュ、フィールドの縦か横に分断されるよ。3回図通りに分かれて。オクルーデッドフロント、フィールドの外周に風の弾を確認。3つなら弾同士の間、4つなら矢印の真ん中に移動。リアスストーム、爪のない方に避けて。ガルーダからエフリートフェーズだよ。タッチダウン、北側に距離減衰が発生しダメージとともにエフリート出現。南で待機しておく。火炎剣、ヘイト1に単体強攻撃、デバフ、対象直下に円範囲が出現。タンクはスイッチ。爆裂炎、ヘイト1に単体攻撃。メテオストライク、爆裂炎が発生した場所に小さめの炎範囲攻撃、避けることを忘れずに。灼熱の方向、全体範囲。光炎剣、一人を対象に4本の選択区、剣は各プレイヤーが奪うことが可能。栄翔完了後に剣の対象者へ単体ダメージデバフ、対象者直下型の円形範囲が発生。DPS ヒーラーで剣を取り、3回しながらボスから離れる。ファイアスパーク、サッカー開始。横を向いてる F を探してからエラプション。エラプションが発動したら探していた横向きの F に滑り込む。光炎剣、一人を対象に4本の選択区、剣は各プレイヤーが奪うことが可能。DPS ヒーラーで剣を取り、3回しながらボスから離れる。火炎剣、ヘイト1に単体強攻撃、デバフ、対象直下に円範囲が出現。タンクはスイッチ。爆裂炎、ヘイト1に単体攻撃。メテオストライク、爆裂炎が発生した場所に小さめの炎範囲攻撃、避けることを忘れずに。ガルーダ組は東側、イフリート組は西側で待機するといいよ。丸々の呪いか、デバフ確認。火炎剣、イフ、ヘイト1に単体攻撃、デバフ対象に円範囲が出現。爆裂炎、行く、からメテオストライク、行く、ヘイト1に単体攻撃、無敵受けするよ。サブタンク以外は発砲近辺でメテオストライクに当たらないように。オクルーデッドフロント、ガル、フィールドの外周に風の弾を累計7個出現させる。行く分身の位置を確認。
外側なら反対側、中央の場合は背中へ行く順次。エラクション。エラクション発動後にアンチへ移動。壁の弾の避け方はガルーダと同じ。ピアスストーム、ガル。前の行動の後すぐ来るので意識しておく。行こう技。ファイアストーム。軽減爆入れてね。フリートがフリーズンするよ。後円圏タンク平で下側で処理した後中央へ移動。後円圏DPS で南側で処理した後中央へ。灼熱の方向全体範囲。エアバンク後にピアスストーム。その後はサッカー台に待つ開催だよ。ファイアスパーク羽が大きくて言いにくいけどアンチを探してね。エラクションをつけてからアンチへ。火炎拳メインタンクはファイアスパーク後にすぐ接敵するといいよ。爆裂炎からのメテオストライク。コンクラに備えた背景。コンクラグレーションストライク。タンクヒーラーはメインタンクが北の端、サブタンクが南の端で炎の渦の範囲を受ける。ヒーラーは線が切れないようしてタンクを回復。DPS はターゲットサークル上で壁の弾の範囲を避ける。ボスの下でエアバンク処理。処理後ボスの背後へ移動。エアバンク。フリーリアスストーム。外側で処理。灼熱の方向全体範囲。次に備えて DPS は南、タンクヒラは北へ。後円圏ヒーラータンクが線を取り X 次に3回。 DPS は背面に集合。処理後は中央へ。後円圏 DPS 取りを対象に4本の線を付与。エアバンクタンクヒーラー4人が対象。3回図通りにエアバンク処理後、タンクヒーラーは反時計回り、DPS は時計回りで線を処理。処理後は中央へ。火炎拳からの爆裂炎とメテオストライク。ピアスストーム。LB 溜まってるから使いましょ。
ピアスストーム。コンフラグレーションストライク。さあ瞬間移動してから炎症開始。ここで時間切れ。はい、お疲れちゃん。ちなみにこの動画は、カウント18秒付近で再生すると、ナビゲーションするよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。またねー。